コツの趣味部屋へようこそ。今回はね、前回も述べた通り、ウマ娘の福袋を開ける4っていうことでね、はい、早速行きましょう。これは私全然見てません。あ、また上になんかあるな、はい、あ、前回と同じキャラですね、はい、猫耳キャラ、うん、では行きましょう。一つ目、一番上から行きますよっと。あ、これはメジロマックイーンですね。メジロマックイーンのこれはマイクロファイバーだよね。マイクロファイバータオルかな、ミニタオル。あ、市販品ですね、660円。あー、なるほど、アニメのやつですね、はい。メジロマックイーン好きだったらいいんですけどね、推しではないんでね。推し出るかな。はい、続いてこれ、んじゃこりゃ。あ、これはミホノブルボン。ミホノブルボンのこれは何でしょうか。両面キーホルダー、うん、ミホノブルボンデートバージョン、両面キーホルダー。なるほどね。あ、このミホノブルボンかわいいな。これはいい。んっていくらなんだ。あ、高っ、1100円もする。そんなすんのこれ。はい、はい、続いて箱が1個あるの、これなんでしょう。はい、ドン。なんだこれ、あ、これなんだ。トレーディングインスタントフィルム風ステッカー。これまたワンボックスですね。なるほど、ワンパックステッカー3枚入り、全16種、絵柄は48柄。んー、どういうことなんだ。2021年、うん、まあ在庫処分なのは分かるんですけれども、これいくらなんだろうな。分からないな。市販品だとは思いますけれども、ちょっとわからないですね、値段が。まあ今だったら市場価値的にはまあ1500から2000円ぐらいかな、うん、まあ、でも当時だったら3000円ぐらいはすんのかな、うん。続いてなんかね、ちょっと違うテイストのやつが入ってますね、はい、こちら、ガチャガチャやないかい。ガチャガチャですね。これなんだろう。ちょっとね、透明でちょっとまあ見えるっちゃ見えるんですけれども、ちょっと開けてみましょう。あ、これは出た、里のダイヤモンド。里のダイヤモンドのこのシリーズですね。思い切り走りたい2、ガチャガチャのやつ。これの里のダイヤモンド。ウインクバージョンですね、はい、表情に。これすっげーよくできてる。あ、これ、いや、回したことないんですけれどもね。え、これよくできてるじゃん。いいな、これ。いくらだっけ。これ500円ぐらいするんじゃなかった。で、全6周で。俺マチタン推しなんだよな。マチタンあるやん。ちょっと、しかも北さんもあるやん。推し2人いて里のダイヤモンドいいけれども。はい、実はねもう1個あるんですよ。これも思いっきり走りたいっぽいな。あ、でも違うね、色が緑なんで、なんだろう。あ、でもさ、里のダイヤモンドっぽいな、色的に。もう一つの、もう一種類のます。じゃじゃん、ほらね。ちょっと待ってくれ。いや、揃った、サトンダイヤモンド揃った。いや、サトのダイヤモンド推しだったら完璧だけどね。でも出来いいな、これ。いや、これは嬉しい。はい、揃った、サトのダイヤモンド。
はい、続いて、またボックスもんですね。はい、こちらパン、はい、グリッター缶バッジ全16種のワンボックスほうほう、またボックスもんですね。これもいくらかわかんない。2021年、うん、さっきと同じ年代の代物ですね。まあラインナップはこれはもうね、レギュラーメンバーに、あ、しかも北里がまだちっちゃい頃だ。うんだね。あ、アニメ1期2期の頃だもんな。うん、2期の頃か。東海帝王が真ん中にいるってこと。これもね、単がわからないけど、さっきのフォトのやつよりは高めとして3000円ぐらいかな。うん、当時で5000円ぐらいかな。わかんないけど。東海帝王、東海帝王のデートバージョン1100円。はい、東海帝王のデートバージョンもありましたね。アクキー、はい、最後入ってたのがこちら、バン、サイレンス鈴鹿、サイレンス鈴鹿の、チョコです。これはフィギュアですよね。はい、ブライズ、ブライズでした。はい、なるほど。まあ持ってないですけれどもね、うん、まあ、ブライズは値段が分かんないからな。まあでも持ってないしね、うん、このシリーズ自体もね、うん、一つも持ってないんで。はい、ということでね、ウマ娘の福袋全部開封しました。まあやっぱりね、ウマ娘好きだったらね、何にしても外れはないですよね。うん、どのウマ娘が来ようか、まあ作品自体が好きなんでね、うん、全部当たりです、まあ、ただこれは5000円の福袋としたら、まあ定価換算だと多分1万円ぐらいはいってると思うんですよね。まあ、ただね、中古市場がね、かなり下がってきてるんで、まあ、中古換算だとまあ5000円、よくて5000円ぐらいって感じかな。うん、ということでね、まあ、こういうね、ブラインドものに関しては要望があったら、あの、ブラインドボックス開封チャンネルの方で開封したいと思います。まあ、多分ないと思うんでね、このまま保存するかもしれない。はい。ということで、今回のね、まあ、前後編と、呪術廻戦、ウマ娘、全然違うジャンルだけれども、はい、福袋開封させていただきました。まあ今更感あるんですけれどもね、届いたのがいかんせん本当今日なんでね、はい、まあ、今日というか、まあ、いつ見てるか分かりませんけれどもね、はい、まあこの動画が上がった日です、はい、ということで今回は以上になります。この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。